ではお部屋に入ってきたので一緒に探検していきましょう。ですね、めっちゃ広いお部屋なのでちょっと私びっくりしてますでは一緒に見ていきましょう。まずですね、今玄関にいるんですが、ちょっとカメラ回しますね。とまず玄関なんですけど、こんな感じでなんか高そうな、お皿の置物があったりとか、でここね靴箱になってるんですね。で中に、館内履きがね入ったりしてます。はい、よいしょ。そして振り向くとこんな感じでね、ちょっと中入ってみましょうね。まずここで履物脱ぎます。はい。でお、なんかねここにテーブルがあったりするんですよね。テーブルと椅子があって、見た感じちょっとね廊下っぽいんですよね。はい。でここに姿見がすごいですね。一面壁、一面姿見になってます。はいですね。そして、ここのね廊下の突き当たりというか、ここに私のバッグが置いてありますけれども、ドレッサーがあります。こんな感じでね、ドレッサー、鏡も大きいです。はい。そしてドレッサーのところにティッシュがあったりとか、コンセントもね2つついてたりしますね。そして椅子もね結構ね立派な椅子なんですね。でね、ここにスイッチがあるから、あ、これはつかないで、引き出しの中は何も入っていません。そして机の上にね、ドレッサーの上にポットがあって、この箱が開けてみると、はい、お茶セットになってましたね。お煎茶のティーパック、それと、お湯飲みですねが入ってます。はい。そしてこの下は何かというと、お、冷蔵庫でした。開けてみると、はい、何も入ってませんね。でもまあいいんじゃないですかね。はい、普通のビジネスホテルにあるくらいの大きさの冷蔵庫になっています。そしてこちらにも、あ、なんかあれですね、グラスが入ってますね。5個も入ってるよ。そして栓抜きね、下は あれですね、あの蚊取りマットみたいなのが入ってます。はい、という感じでね、結構大きめなドレッサーが、はい、こんな感じでございます。はい。でね、ここにタオルハンガーがあって、ね、ここが振り返ると、ね、入ってきた向こう側が入り口なんですね。で、大きな襖があるんです。これをちょっと開けてみたいと思います。ザン。お、すごい和室ですね。広いですよ、めっちゃ。こんな感じで床の間があったりして、すごい大きなテレビがあります。はい、ね、すごいですね、大きなテレビがね床の間のところにあります。はい。この下は何だろうな、何も入ってないのかな。あ、何もない。あ、何もないですね。で、そうですね、こう端っこから見るとこんな感じですね。反対側もすごいね、おしゃれな、なんていうんですか、飾り窓っていうかね、そういった形になっています。はい。そうだな、畳は多分10畳って感じですかね。はい。今日は2人で泊まってるんですけど、まあ、十分な広さになっております。はい。ですごいね、広いテーブルの上には、ちゃんとお茶菓子が用意されております。焼き痩せ馬ね、これね別府のお土産で売っております。後で食べてみたいと思います。そしてそして
アメニティはね、お部屋には置いてないって聞いてたんですけれども、用意されてますね。そうだな、コットンセットですね。あとヘアブラシ、それからこれはカミソリですね。そして裏側に、歯ブラシ、はい、セットになっているのが1つ2つね、2人分用意されております。そして今日はそうですね、大分のね、旅割で泊まっておりますね。なのでちょっとお見せできないんですけど、こんな感じでクーポンも、はい、いただきましたね。今日は平日に泊まってるんですよ。だからね、クーポンがね、2人なので4枚はいあります、ね、後でちょっとお店に行ってみたいと思います。そしてあ、明日のね朝食がついてるので朝食券ね。それとあと館内の ご案内ですね。こういったものが、はい、配られておりますね。はい、それとまあそうですね、別にですね、こんな冊子もね、館内の案内の冊子とかもあります。はいね、あ、なかなかまあ普通にご案内ですね。大浴場3階にあって8階にはですね露天風呂なんてあるんですね。はい、それからチェックアウトはこちらは10時までになっております。はい、こんな感じでね、はいですね。そしてこんな感じでまた大きなね絵が入った案内もありますね。はい、なかなかいいですね。こっちの方が見やすいかなって感じですね。はい、あ、すごい、自販機とか自動販売機とかそれから電子レンジもあるんですね。後でちょっと探検してみたいと思います。はい、そしてねお部屋がねまだあるんですよ。端っこに空気清浄機が置いてあります。はい、そしてねまだまだこちらにはエアコンがあったりして、こっちのね扉開けてみましょう。はい、あ、クローゼットねになっております。はいね、館内着ね、羽織物だったり、それからこちらには、お風呂に行く時のねタオルがいっぱいありますね。バスタオルとフェイスタオルは4枚ぐらいありそうですね。でこのね袋、これ便利がいいですね。であと消臭スプレーっていうやつですね。はい、でハンガーがあとねこっちに4本あるのかな、4本あります。そして浴衣はエレベーター前に用意されてるので、お好きなの持ってきてくださいっていうことで持ってきました。はいね、クローゼットでございます。ここもなかなかね大きなクローゼットですね。でこのクローゼットの下に金庫がありますという感じですね。そしてこの奥の扉がねちょっと気になるので開けてみると、お、はい、あ、なるほど、洗面台、あ、可愛らしいですね。なんかお花の模様が入ってるね、立派な洗面台と、で前にここにも大きな鏡があります。はい、そしてハンドウォッシュとそれからコップですね。こちらにもフェイスタオル置いていただいております。あとねヘアドライヤーですねがあったりしてますね。でなんとねここにねカゴがあるんですね。っていうことはもしかしてこっちかこっちはねお風呂なのって思ってこっちを開けてみましょう。おー、すごっ、お部屋のお風呂がヒノキ風呂、おお、すごい。でしかもこんな広いですよ。でちゃんとシャワーもついてます。おお、すごいね。なんかまだお湯は張ってないんですけど、なかなか深いね、浴槽になってます。でね、ほんのりなんていうの、ヒノキの匂いっていうのがすごいしますね。で、こちらにはアメニティがちゃんと用意されていて、こ
こちらが、お、なんだろう、あ、シャンプーね、シャンプーとコンディショナーですね。はい、それとこれがボディーソープですね。はい、があって、すごい、うわ、なんかあんまりちょっと期待してなかったんですけど、お風呂にヒノキがあるとは思いませんでした、ね、ヒノキ風呂、ちょっとこれも楽しみにしたいと思います。はい、でっていうことは、この反対側の扉は、あ、おトイレでしたね、ウォシュレットですね。そして、あ、ここにもちっちゃいけどね、お手洗いっていうかね、手が洗えるところがあってね、タオルも準備されております。そしてね、なんか小さいけど絵が飾ってあったり、割とね、トイレだけでも広いんですよ、こんな感じ。はい、はい、ということで、なんと撮影してたらですね、お布団を引かせてくださいということで、こんな感じでですね、あのお布団を引いていただきました。はいね、こんな感じ、敷いたらこんな感じで割と広いですね。ね、反対から見るとこんな感じでございます。はい、ね、これでね、ちょっとあの外の景色はこんな感じなんですけれども、別府タワーの目の前なんですね、こちらのホテルはですね。まだね、あの明るいので、まあもうちょっとしたらね、あの暗くなってくるのかなって感じですね。まだ、そうですね、まだというか、もうね、7時過ぎなんですでこの明るさですからね。はい、でこの辺はあの北浜っていうところなんですけれども、ね、ホテルが結構いっぱいあるエリアになっております。で、まあ、お腹も空いたので、ちょっとね、外に食事に行こうかなと思っております。
に帰ってきました。なのでお部屋で二次会したいと思います。ではあ、すごい、なんかね、プレミアムモルツのホワイトエールっていうのが出てたので買ってみました。それと、ね、セブンのね、これは金のアイスワッフルコーン手摘み宇治抹茶でございます。なんか美味しそうなので、まあ、これを、ね、デザートにしたいと思います。では、お、いい音。これの乾杯。お、こっち、いただきます、うん、うん、あ、すごっ、ホワイトエールって書いてあるので、すごい、なんて言うんだろう、あのホップの香りもすごいけど、ちょっとね、なんて言うの、クラフトビールみたいな味です。美味しい、これ、うんうん、うまっ。そしてこのアイス、アイス食べたかったのよ、ね、さっきデザート頼まなかったから、おーおーこんなすごっかわいいかわいいですな。お、ちょっと待って、これね、出すの大変なの。あ、出ました。すごいね、ちゃんとワッフルコーンになってます。そしてねなんかソフトクリーム、こういう、なんていうの、ふわふわ系が最近流行ってるのかな、ね、いただきます。うん、すごっ、抹茶が濃厚で、うん、結構軽い、うんうんうん、うん、これは後味さっぱりですね、うん。で、あのすごくね、コアな不安さんが、あのね、いらっしゃって、本当に。
か。これは何でしょう。